今ちょっと話してるか。いいよ。亀田四郎登場。まふざけてんかこれ。なあ、かっこ悪いお前の仲間これくらいじゃないか。ちょっと間考えて、今後も悩んでやる。やめてやめるって、ちゃんと決めてやれ、冒険。一回ちょっと新規って、ここから目標立てて、ちょっと3ヶ月って目標立てて、3ヶ月で1000万。3ヶ月で1000万稼げるのか、大輝。まあ、別に行くとか。どこに行くと、まあどこまで行っても親父はどっかのキーポイントになってくる、はい、熱狂ガテン録大輝。この番組は現在無職の亀田大輝が体を張り勝負をし、あらゆる手段で貯金1億円を目指す実録お金儲けドキュメントである。いいですか、やってみて。お願いします。あ、もしもし。何か、今ちょっと話してるか。いいよ。お前何やねん、まあ、YouTube、まあ、最初にもまあ言うたけど、うん、な、うん、お前今これ1億円を集めるな、うん、な、体張って、うん、でやってるけどやな、うん、まあ、こんなんでお前、まあ、1億円って簡単に集めると思ってんのか、お前何をしたいのか、このチャンネルはと。伝わらんよ、これ、うん。ああ、ほんでお前、まあ、一生懸命やってるの分かるぞ。うん。ああ。そやけど、まあ、1億円を集めてって、まあ、体張ってって、ドキュメンタリーないってやってるけどやな。ああ。これなんでお前、普通に仕事しよったやつ、お前、こんなことしよったら1億円って集めれると思ってんのか、お前。うん。なあ。うん。普通で考えたって、こんなことしよったって無理やんけ、これ。うん。まあ、集めたところでどれすんの、お前、これ1億円。集めて何をしたいの、お前。ああ。一番最初見てよ、お前。親父が出てやな。うん。ああ、そこはお前今見たら再生数見たら26万見てくれとるやないか。うん、な、26万見てくれてるうちに、まあ、お前なんぼらやな、お前これ、うん、数字これかますやんけ、こんなもん。ああ、情けないと思うのか、こんなんしてて、お前、うん、ちょっとお前考えてやるよ、ちょっとこれこのまま言っとったら、お前これおかしいよ、こんなもん誰も見てくれへんなと。もっと考え直さんと、これ、うん、もう適当にやってやるちゃうやろ、お前これ。もうちょっとお前行き切ってやらんと、お前1億円なんか集められるもんちゃうと、お前これ。なんか、そうやねん、ちゃうやろ、お前ちょっと考えろよ、ちょっと。うん。まあ、ふざけてんか、こら。なあ、かっこ悪い覚えなんか、まあ、これ、プライドないか。やった以上は、最後までやらんかい、こら。周り乗るやろ、お前らの。うん。お前一人でやってんちゃうやろ。うん。なあ、うん。ちょっと、まあ、考えて、今後、お前やんねんてやる。やめねんてやめるって、まあ、ちゃんと決めてやれ、冒険。うん。わかったか。後日、まあ、ちょっと先日親父に怒られまして、まあ、正直遅いよね。確かに3ヶ月でこれだけの結果しか出てないっていうのは。で、まあ、でちょっとあのたまたまジーニーさんの紹介で株の神様も紹介してもらって、で、まあ、ちょっとあのその株に も、まあ、全額かけてる状態なん で今手元のお金っていうのがゼロなんですよ。大輝全額ベッド。そのお金はね、もちろんありますよ。あるけども、一回、ここはゼロやから、一回ちょっと新規って、ここから目標立てて、うん、ちょっと3ヶ月っていう目標立てて、うん、3ヶ月で1000万、ちょっと目標にして、ちょっと増やしていこうかなと。頑張っていこうかなと。ここから3ヶ月の取り組みとは、まあ、今3ヶ月、ちょうど、だからちょうど3ヶ月ですよ。株買って3ヶ月で80万円ですよ。うん。賞味普通や。うん、だからここからちょっと危険なこともやっていかんといけないし、まあ、高額なバイトとかも、まあ、ちょっともう勝負する時も一攫千金、マグロ釣りに行くとか、うん、漁に行くとかっていうのとか、あとはもう突撃隊ですよね。突撃の大輝ですよね。家に行ってちょっとお宝をかけて、あの戦ってくれる人の家にね、ちょ行って勝負して、それをちょっともうヤフオクで売るしかないですよね。はい。それでちょっともうとりあえずやっていって、がむしゃらにとりあえず1000万円を目指して、まず3ヶ月だから、
で1年で1億円を稼げるという目標なんで、とりあえずこの3ヶ月がマジの勝負やと思うね。3ヶ月で1000万稼がれへん人間が1年で1億なんか 100% 稼がれへんから、一回ちょっと勝負しようか。競馬でもいいし、競馬みたいなのも毎週やってるし、競馬別に宝くじでもいいし、スクラッチでもいいし、いっぱいある、やることはいっぱいありますから。勝負するところはこれ3ヶ月後っすね。そう、3ヶ月後。これ1000目標でたまらっても超えても同じしても、いや3ヶ月後とりあえず一勝負打ちましょう、うん、3ヶ月後楽しみにしてね。それまでの過程をちょっとなかなかちょっと気合入れてやるんで頑張ります、まあ、正直ね1000万って大金やからね、3ヶ月で正直難しいかも、まあ、その、まあ、言われたように1000万届かへんかったら、1000万そのイベントで言ったらゼロではないから、絶対その金額をかけて1000万に届くようにする。だからまあ結局一勝負するってことです。例えばあれですか、300万しかなかったら競馬で単勝、競馬でもう 3. 点何倍の単勝、3. 点何倍かければちょうどいいですよね。1000万になるから、それぐらいの勝負をやるってことです。でもうその1000万のゴールに着信させると、うん、足りなかった場合は、うん、それかもしかしたら株かもからな。確かに、あ、だその時にもしかしたら神様からお告げが来るかもわかんないですよ。それでもしかしたら株投資するかもわからないけど、でもそれぞれそれも全額ですよ。レバレッジ利かして3倍ですよ。500万やったら1500万ですよ。これなかなかの勝負ですよ。なかなかの勝負です、うん、まあでも1000万あれば結構1億円っていうのは正直難しいけどもワンチャンあると思うんだよ、うん、例えば株で例えば1000万円全部投資して、で何やろ、その信用取引も使ってやったらやっぱ2、3000万っていう金動くじゃないですか。その夢でもないと思うよ、そこまでいけば、まあ、まずそこまでが目標やけど、だからそうなって最終的にその1年後、まあ、今から1年後やね、1年後に1億円ぐらい、1億円貯まったらそこはもうあれでしょう、ガテン6で馬を買わないといけない。馬さ、馬、馬主ですよ。馬主代金になるってことですか。馬買いますよ。目標としてはじゃあ1億円の目標としてまあ稼げた場合はそこからは馬を買う、うん、馬買って、ちなみにうまかった時に名前とか考えてるんですか、将来。ワクワクを形に。ちなみにこれ意味はあるんですか。ワクワクを形にしてるやんか。ワクワクしたなんかこの1年間。はい。やろ、それを形に変えたんや、それうまやん。なるほど。ああ、じゃあ今までやってきたことを形にしたから、ワクワクを形にっていう名前でデビューさせる。ワクワクを形にゴールインみたいな。あ、でもそれであれば OK ってことですよね、ちゃんと理由が。ワクワクを形に日本ダービー制覇みたいな。大輝さん、もともと仕事してない状態でこれやってるじゃないですか、今、奥さんに何て言ってるんですか、うん、何がですか、この今、現状そのままやってるんですか。仕事しますって。でも、これいや、収入を今回全部入れちゃったじゃないですか、うん、株に、うん。ゼロじゃないですか、はい。どうやって暮らしてるんですか。あの、貯金。を切り崩してるんですか、うん、あ、だから現在は普通にこう貯金を崩して生活してる中で、うん、この企画を進めてるプロジェクトを。そうです。これだって全部稼いだお金全部入れちゃったらまずくないですか。まあまあ確かにそれはちょっとまずいからな。まずいですよね。まあでも1億円で馬買いたいって言って誰も1億円だからそのあるやん、まあ、そうです。全部使い切るわけではない。そんなん言っても自分で決めれますから、金額は、馬の金額は。例えばセリに行ったら2000万、3000万、4000万、5000万やめることもできるわけですから。じゃあある程度生活費みたいなところもしっかり視野に入れて、もちろん生活費も視野に入れながら馬のお金も入れながら、そういうのはとりあえず3ヶ月で1000万っていうところ目標に、まあ、全力で進んでいこう。でもそれぐらいの方が面白いですよ。1000万届けんかっても超してっていうそういうねのを一回ちょっとやってみたいですよね。うん、好き放題3分喋ってたけど、うん、関係ないスタッフもです。こんなかけたもんね。みんなこんなかけたもん。そのうまかった時お父さんが一番単勝にお金入れてくれる。なんだなんだ。これでも入れて馬が俺の馬が負けたらまた怒られる。お前一億かけて何やってんだ、勝てんのか。まあどこまで行っても親父はどっかのキーポイントになってくるね、はい、うん、じゃあまあそんな感じでしょ、はい、はい。
とりあえずやっていって、がむしゃらにとりあえず1000万円を目指して、まず3ヶ月だから。で、1年で1億円を稼ぐっていう目標なんで、とりあえずこの3ヶ月がマジの勝負だと思う。1000万、その意味で言ったらゼロではないから絶対。その金額をかけて1000万に届くようにする。だから結局一勝負するってことです。次回カンカンカン言った時にこれだけ飲んでいいことにする。どうかっていうことでもないんだけど、いやいや、これ、まあ、最近流行ってるやつじゃない。流行ってるやつやな。いきます。はい、1投目。うぅーい、この、やっぱペットボトルマスターって言うから、3つ。これ、これしょんべんやんけ、お前。嘘やろ。おまん決まった。いや、3つ。大輝のサイン入り色紙をプレゼント。詳しくは概要欄をチェック。ご視聴いただき